リラクヤの花澤です。ご視聴ありがとうございます。じゃあどうぞ寝てください。はい、はい、お願いします。お顔分かった方がいいですかね。よいしょ。じゃあちょっとお腹のところだけかけて、よいしょ。大丈夫ですか、はい、今って自然に寝てて、はい、顔がそんなに左を向いてしまう。あ大丈夫ですか。でも左向きたいですか。全然いいんですよ。意識的にカメラ目線してた。あ、そうなんですか。なるほどなるほど、はい、女優魂ですね、はい、いえ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 職業病ですねバンザイしていただいていいですか。はい、そうですそうです、そういう感じでバンザイしていただいて、はい、ああ手面伸ばしますね、はい、あ、楽にしてくださいね。指の詰まりが力の入る原因になってますので、膝立てていただいていいですか。はい、この膝を、はい、そうですそうです、はい、骨盤の調整をするために回していきますね。こういうふうにしづらいですね、すごくここが胸につくっていうのは無理そうですね。はい、はい、やろうとするとすごい首が顎が上がる感じですね。あ、そうですね。はい、そうですね。はい、これは辛くないですかね。はい、はい、こっちはなんか右先に左に倒すよりも、はい、右に倒す方が辛そうですね。そうですね。ね、そうですね。これちょっときついですね。はい、じゃあここからですね、こういう風に真上に持ってくるまで、両足がペタッとつくまで、はい、ちょっと抵抗かけますけれども、頑張って起こしていただいていいですか。はい、お願いします。はい、頑張って起こしてください。ああ、ごめんなさい。はい、頑張ってください。はい、はい、あ、ほとんど抵抗ないですかこれみんなできます。はい、はい、はい、ほとんど抵抗かけてないです。やってください。はい、はい、は
はい、できた。ものすごく筋力がないですね。びっくりしました。おばあさんですね。ちょっとびっくりしました。あの今まで何百人もやってますけど、一番筋力ない人です。はい、体がもうここだけで向けないですか。背中も一緒にすごいついてきますね。大丈夫ですか。まっすぐ、はい、上体はついてこないでください。はい、大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。はい、起こします。はい、乗せてるだけですよ。頑張ってください。はい、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 起こします。あ、はい、はい、こう体を起こすっていうのやったことないですか。今までに寝た状態から体を起こすというのは自力でやったことないので大丈夫ですか。そんなことはないですね。はい、はい、すごく辛いですかこれ。大丈夫ですか。どうしましたか。わかんないです。どうか大丈夫ですか。多分こっちは大丈夫だと思うんですよ、はい、こっちが多分なんかおかしかったんですよ、ね、あ、こっちはね、いいんですよ、動くんで、はい、動かない方から行きたいんです。はい、はい、お願いします。はい、あと1回。はい、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 お疲れ様でした。そう、これはだいぶひどいですね。いろいろと。はい、びっくりしました。自分のひどさにちょっと、そうですね、本当にちょっと引くぐらいひどいです。ちょっとびっくりしましたね。はい、まあしょうがないですね、頑張りましょう。はい、ね、しましょうかね。でも股関節も良くないんですね。あ、うん、あのこれもきついですよね。こっちもきついですよね。もうくるりんってなっちゃいますもんね。そうですね。これは大変ですね。ちょっとびっくりしますね、これ。はい、痛い。あ、でもこっちはまだ動きますね。結構左右差がやっぱりありますね。伸ばしますね。あ、伸べない。きついですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、今まで体育の授業とかされてますよね。あ、でもマット運動できなかった。できなかった。なるほど。あ、痛い。これは。これは。これはこれは。そうなんですね。痛い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 ですね。痛い痛い、足も上がらない。なるほどですね。これは驚きましたね。ちょっとこれちょっとすごいですね、本当。逆にすごい、年々弱っていくわけが分かりましたよ。いろいろと体に出てますね、その特徴がしっかりと。大丈夫ですか。はい、すごいですね。奇跡の24歳ここにいましたね。職業のところはカットしてほしいです。足はすごいですね。歩けない時期とかあったんですか。いや、ないですね。ないですか。すごいですね。足がすごいんですよね。足が今までで一番良くない人ですね。本当に。どうにかしますけど。なかなかのもんですね。よいしょ。そうですね。あ、これはな、また背中がピンってなっちゃいますかね。この辺までですかね、こっちだったら。ちょっと体側伸ばしましょうかね。よいしょ。で、こっちですね。
ってね。そうですね。肩甲骨がだいぶこう、はい、前の方に来ちゃってますので、はい、はい。だいぶ生活にも支障が終わりじゃないですか、これは。そうですよね。こっちはどうでもいいですか？こっちもすごい痛い、痛い。あーそこ痛い涙出てそうなんですね顔が顔の癖だよすいません、じゃあ今度こっちを伸ばしますので、はいはいはい、お顔まっすぐでいいですよ、すいません。はい、あれ結構腕も左右差あれはい、いいですか、はい、はい、よいしょいやすごいですね左足の首関節は、まあ、なんだかすごいですねなんかこう止めちゃいけないとこボンドでぐっつりガッチリくっつけちゃったみたいなそういうここがひどいんですよ、ここが、あそこ、はい、はい、この中で周りがすんごく悪くなってるんですよ、運動不足ですね。まあ運動不足ですね。足の指を子供の時から使ったことないんじゃないですか。あんまりこう多分ね指が動いてないまま育ってると思うんですよ、はい、足首に関しても、多分なんかちゃんと地面を捉えられてないからひねっちゃうんですよね。あ、はいはい、それもそうだし、はい、ひねったせいで歪んじゃってるからまた転びやすい石になってて、ひねりやすい石のこう悪循環が恐ろしいでもなんか良さそうですよ。最初に比べるとスムーズになってきましたよ。はい、そんな気がします。そうですよね、はい、だいぶ今汗もかいたじゃないですか、はい、汗がねいいんですよ。へ、汗が今まで出てなかったいらないものを出していってるので、はい、はい、こういう痛い思いするのも悪いことばっかりではなくてですね、はい、その毒を出してるんですね、その汗で。あ、なるほど。はい、で、はい、その痛いっていう結構割とこう運動法でもですね、グッと力を入れてから緩めた方が、はい、さあ力を抜いてっていうより抜きやすいっていうのがあるんですね。深呼吸なんかでも吸って吐いていきなりするんじゃなくて全部吐き出してからだと自然に吸える。さあ吐いて吐き切ってくださいって言うと吸うのは意識しなくても吸えるじゃないですか、はい、はい、
そういう感じでですね、一回出すっていうのがとっても大事なんですよ。だから声出して汗出して体を緩めたということですね。そうなんです。今の方がすごく足いいです。さっきはもうなんかぎっこんばったんというのかなんていうんですか、なんかなぜそっちがみたいな動き方をしてたんですけど、まあ今の方がまあ自然な感じで、はい、動きが出てきましたね。はい、でね、パキパキいうのは今まで詰まってたところ、動いてなかったところが動いてるので、まああの気泡ですね、関節の中で泡ができてポコッと弾ける音ですので、はい、わざと鳴らしてるのではなく、動かしていく段階で鳴るっていうのは、まあ、あの普段動いてないところが鳴るっていうのは自然なことなので心配いらないです。痛いのは、まあ、動いてないところが、まあ、油が切れてるような感じなんですよね。潤滑油が、はい、あの出ないんで動かしてないところって、そこはちょっとやっぱり最初のスムーズな滑りがないので痛いんですけど、動かしてるうちに油も出てくるので、なるほど、はい、やっぱ隙間がないところには、あ、痛い液体もいかないじゃないですか、はい、隙間を広げてあげて潤滑油を出す、まあ、実際に滑液ですよね、はい、関節内には滑液っていうのがありますので、はい、その出を良くするんですね。隙間作ってあげて、そこに潤いを出して滑りやすくすると、はい、動きやすくすると、はい、でもさっきより全然あれですね、はい、痛くないですよね。収まってきます。はい、そうなんです。いや、さっきもあのオイルで流す時もそうなんですけど、はい、最初が一番痛いんですよ、うんうん、あの今までにその道ができてないところを道を開くのが一番大変で、はい、道ができてから人がどんどん動くのは、まあ、その後をついていけばいいだけっていうか、はい、そういう感じなんで楽なんですね、まあまあ、どっちがどこが道やらっていうところを開いていくときが、はい、まあ、一番大変で、はい、ある程度道筋ができてくると、はい、まあ、あとはスムーズに流れていってどんどん道がきれいになっていくので、はい、今なんか本当に足が今いい状態ですよね、はい、はい、こういう風になると多分ですね、こう倒すのも、はい、まあ、最初よりこうスムーズですよね。スルスルといきますね。回すのもですね、関節の動きも良くなってますね。回りますね、うん、大丈夫ですか？すみません。まあ、足の状態本当に良くなかったので、はい、はい、まあ、ちょっと大変でしたけれども、はい、肩がちょっと前に行ってるので、肩がこうですね。あ、大丈夫ですか？はい。手もすごい左手首曲がりますね。すごい内向きになってますね。本当に一番悪い方かもしれないですね。はーっと開きましょう。口開けてはーで、はーで、はーみたいですね。またちょっとこれはこれであれですけれども。
入り込んでる方をですね、はい、正しい位置に持ってくる、あ、はい、痛いんですけれども、はい、ちょっとまあ、痛いけど我慢できるなぐらいのところまで持っていきたいと思います、はい、痛すぎたらあのストップで、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、肘もなりますね。はい、体は全然動かしてないですね。運動嫌いですか？運動大嫌い。大嫌いですね。あ、それここまでですかね。はい、はい、これは左の方が肩と腕と良くないですね。もうここまでしか行かないですもんね。これやったらもう痛いですよね。そうですね。だいぶまたこちらも。これは笑うしかないですね。相当恥ずかしいとこになっちゃう。24歳。すごいですね。かわいそうですね。はい、よいしょ。はい、はい、まあ一応こういう形で、はい、はい、ゆっくり起きてみましょうか。はい、はい、もう髪の毛ももうまあまあまあ、はい、はい、しょうがないですよね。はい、ちょっとまあ頭いただきますね。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。すごく大変そうでしたね、はい、痛かったですか？痛かったです。痛かったですね、はい、体が想像以上に、あ、なんかすごいマネキンみたいな足ですよね。本当にそうでしたね、はい、なんかあの人間の足じゃないみたいなぐらい生体反応の著しく弱い弾力のない足でしたね、はい。そうです、それ今まで自覚してなかったのが恐ろしいですね。ああ、そうですね、はい、やっぱりもう気にしないようにしちゃってたんでしょうね。そうですね、もう考えると辛いから。そうですね、はい、今終わってみてお写真も撮らせていただいたんですけど、はい、すごく良くなりましたね、はい、内股治ってますね。治ってますね。あ、え、治ってますよね、これ。治ってますね。え、正確に言えば、まあ、まだちょっと歪みあるんですけど、はい、もう最初の写真ちょっと出しますね。恥ずかしいですね。これが一番最初の、はい、状態、何もしてない状態ですけれども。これに比べますと、はい、ね、まっすぐになってますよね。あの、私なんか内股なのって、はい、うん、自分がぶりっ子だから、はい、無意識でもうそうなってんのかと思ったんですけど、ぶりっ子関係ないですね。関係ないですね、ぶりっ子しようと思ってなくても思ってても、はい、姿勢のいいかどうかはまた別っていうことですね。そうですね。これ見てちょっとびっくりしました。そうですね、で、この横からのも変わりましたね。変わったね。はい、腰のあたりが。そうですね、首も良くなりましたよね。この耳から足までが一直線上にあるのが健康的な足、はい、というか体なんですけれども、はい、ほぼ一直線上ですよね。ですね。耳があって、肩があって、腰があって、足があって、うん、あんなにね、こう逆くの字みたいな。そうですよね。ね、最初の状態の写真ちょっと見ましょうか。恥ずかしいですね。はい、この状態、はい、首がちょっと前に出て、はい、これ結構まあやっぱひどいなって印象になっちゃうようなお体だったですけれども、うん、 それに比べると今ね、だいぶこう一直線上に近くなりましたよね。はい、あと頭が、顔が上がってる感じで、あ、うん、こういう感じじゃ なくなってきてますね。はい、はい、で、あとここで今手がこう回転してますね。え、こう横に来た時に、はい、本来だったら、
小指でこんなに親指が見えないはずなんですよね。こう見えるってことはこうしちゃってるので、はい、はい、あそう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 、そう、これが自然なんですよね。だから、はい、結構あと手首がこうなる癖もありますよね。持ち上がる、あ、すごくくの字に曲がるような、はい、あ、そうですね、ここ力ないんで、力ないんで、はい、こうお化けみたいな感じですね。ここがやっぱこう手が前に力が、脇が締まってないんですよ。って言ったら脇がグッと締まれば自然と緩んじゃってるので、はい、こういうふうに腕が前にぶら下がるみたいになって、もう手が親指が前に、まあ、ちょっとあと逃げ方がね、まだちょっと左右対称じゃないなって感じ。肩はもう少しできると良くなりそうですね、うん、はい、はい、姿勢は改善してますね。良かったです、良かったです、はい、痛い思いをした甲斐がありましたね。はい、はい、これから体力をつけていくっていう風にした方がいいですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。